京浜普通ご利用の客数番横1番乗りは、停車中の運賃係と行きなさい。医療編成の方が前の方に停車しております。なお、天城駅普通はすぐの発車となっております。ご利用のお客様、前の方の車両からお降りください。次は花畑終点です。扉閉まります。終点です。お客さん終点ですよ。終点です。終点ですよ。終点ですよ。花畑駅だ。
ゆいがさん来てくれないかな、うちに。ピプ、エクセルなんて言ってた。寒い。ちょっと待って、寒すぎる。ゆいがさんどこだっけ。今日一緒に過ごしたよね、ゆいがさんと。え、過ごしたねっけ。あれ、頭がおかしくなってきた。もう頭おかしくなってきた、ほんと。寒い。会ってないか。なんかあった気がした。なんか電車の中で。なんか誰かいた気がしたんだよね。明日どうなるんだろうね、ゆいがさん。来るのかな、もう。新幹線かとか、新電車じゃない、飛行機で来ればいいのに。寒い。ごめん、冷めれない、寒くて。めっちゃ寒い、ちょっと。なんでこんな寒いの。
寒が。ありがとうじゃなくて投げ飛ばしてきたんよ。やけど投げ返したんようち。どうしたら？ふざけんなよマジで。クソが。人に物を投げる態度はなかろうもんっていうの。いくらどんだけ恨みがあったとしても。投げ飛ばしてきたけんこっちも投げ返しちゃったん。いい加減しろよマジで。だけスカンってうちの家族の。自分うちの母親もあっちの味方しろってバカみたい。普通人に物を投げながらやらんやろ。うちはなん、ペンギン家庭って鳥類センター人間やし物を投げる方が悪いに決まっとるやん。うちに物を投げ上がって絶対許さねえ。ブロックお前は。前も言ったって洗濯物こうやってやってくるとか物をこうやって投げてくる。でうちが面と向かって稲ちゃんの何も言う気なん。ないですないよないですないよってバカじゃねえのお前。うちはたった5時間6時間福岡で一人で遊ぶだけでもいかんのかい。毎月金入りよやりよんのによ。それ以上もやりよんのによ。文句言ってくるわ。
けんなマジで。だいたいうちが嫌いな人間ちゅうな、人を無視するやつ、人にぶつかるやつ、せこいことするやつ、人に対して堂々と言えばいいっちゃ、その人に対してなんか文句があんな。そうやろ、そうじゃない。それが好きなやつのうちから直接うちがおるっちゃけうちに言えばよかろうもん。ね、人が歩きよって背中に石投げるのと一緒、人がおらんとき人の悪口言うのと一緒、うちがそのまま目の前におるとき何でも言えばいいやん。とにかくうちの祖母は理解力がなさすぎる。あいつは玉今暴れんなよ、マジで怒るからな。いや話聞くほどでもなんかそんな立派な話じゃない、勝負くれた話だよ。うちに毛布投げつけてきたんや、子供の。どんだけ元気な80代と思う、気色悪かろ。そんだけ元気なの本人に直接向かって流れるよ。ムカつくったよマジで。子供見てからいい、お前ブロックな、一生来んな。なんでなんて言われてんのに布団投げつけてきたんよ、うちにマジで20代ぐらいの勢いで。だけうちもカッときたんや。カッて。おい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 って。物を投げつけてくるような文句があるな、直接言えやって言ってん。いきなり投げつけられたんや。やばかろもん、普通に。ありえんだろうが、普通に。なんでそれでうちが何も言わんで我慢せないかんだ。ずっと TikTok 回してきとったに。理由がそこにはある。
何の理由な、金もやりようとね。投げつけてきたんや、布団となんか赤ちゃんの枕かなんか。普通にホイってやればいいやん。ホイッチ、お帰りも言わんでいいくさ。ホイッチやればいいやん。投げてきたけん、ハンマー投げみたいに。分かってるよ、金渡せばいいって問題じゃないからね。気持ちの問題よ、うちは。同じようにムカついた。リーヤ飯カベありがとう。そうよ、ボール投げつけるように投げつけてきたよ。いけ、うちもチャッカファイアしただけ。うちのおばあちゃん83歳、でも60代ぐらいじゃない、元気さを投げれるっちゃけん、毛布とか。ばあちゃんの気持ち、3時に帰ってくるって約束したやんって。赤ちゃんの面倒見て、見る必要ないやん、寝てミルクやるだけやん。泣かんし、あの子。それだけでなんで毛布投げつけられないかんと。あなたはそれもできない、今日福岡に用事があったからね。いいやん、別に福岡でゆっくりしたって、たまには。はい、最低。じゃあさよなら、黄色のやつ。さよなら、もう二度とうちの枠には来れません。本赤着てもブロックします、スクショしたんで。ただ服を投げつけたりするのは話が違うやろうもんってこと。文句とか言葉で言うなら意味はわかるやん。服を投げつけられてて喧嘩売られるのと同じやん。毛布を投げつけられたやん、80代のばあさんに。ばで、なんかうち間違っとんと。やけうち言いに行ってん。なんか言うなら、エミ、ここにおるけん、言えち。で、お母さんがおったら、投げつけてないとか嘘言うけん。うちのお母さんがおったら、嘘ついてから。言えばいいやん。なんで投げつける毛布を。喧嘩の始まり、喧嘩売ったのそっちやん。言えばいいやん。あんた遅かったね、何しよったとおり疲れたとよって、いい加減にしてって言えばいいやん。何も言い切らんで毛布投げつけてくるとよ。まずしょっぱな、うち赤ちゃん抱っこして戻ってきよる最中に赤ちゃんに投げつけるのと同じやけんね、クソババア。でも聞かない、だから毛布投げつけるの。それ違くない、余計状況悪くなるやん。うちは投げつけんよ。
さすがにおばあちゃんに暴力とか振るわんけど、あっちは暴力振るってくるやん、そうやって。また姉ちゃんが何か言ったとか、このクソクソ姉貴が。お母さんと話してくるわ。誰が見よったか。ふざけんな、マジで。じゃあモデレーターさん変なの消して。10代の新ママの方がしっかりしてる。よかったやん、それは。どうでもいい、人と比べられたって。うちは比べんけん、人と。うちはうち。自分だけ比べとけばいい。勝手に。評論家みたいに。ミヤネ屋かなんかに出り？多分カットされるけどね。うちは人と自分を比べない。なんで投げつけられたか考えたら、自分が考えれば。てか、うちに来て おばあちゃんとデモかなんかすればいい。うちはそういうせっこいことが嫌いやね。人の背中を狙う人とか、人がおらん時に悪口言うとか、人が嫌がるようなことする人マジで無理やけん。いくら身内でも。そういうキモいことすんなって言ったん。うちがおるんやけん、うちに言いたいことがあるのうちで言えばいいやん。ただそれで終わりやん。嫌いになるだけよ、そんな。後ろから物投げつけられたりしたらさ、やばくない？どうせまたうちの姉貴がパクチクっとんや。エミリーカラオケしよるよ、うち延長したよみたいな。キモいんよマジで。うちの家族だいたい2割ぐらい。今日のお土産直接言えばいいよ。何のための家族価値。ニベア。お、すごい。これ富士山、富士山と宮の島。すげえ。これ誰かにあげよう。
2つ欲しかったけどね、もらえんかった。いや、そうじゃない、普通に好きとか嫌いじゃなくて、する？人が後ろでこう赤ちゃん抱っこしそうときに毛布投げつけたりとか。大阪城なの？なんでそんなに偉そうなの？うちの枠だから。じゃ逆になんで自分そんな偉そうなの？誰かも知らないの、あっていう名前のくせに。個性がなさすぎるんだよ。自分のこと改めてから言えば、何を改めんの？何を改めんの？いや、物投げつけられたけん言って。いかんやろもん、そんな誰であろうと、家族であろうと、人であろうと、石投げと一緒やん。人が背中向けとうときに弱いやつがすることやん。全然充電がならん。メガスワットが使えたからな。なんでならんのこれ。全部ならんわ。なんでならんの。なんでならんの。マジでイラつくわ。うせくそ男ばっか自由にしよう。電車は乗り過ごしてない。起こされた。車窓さんに起こされた。エクステアシール、寒くない、暖房ガンガン。これでも80本だよ。80本、めっちゃ軽い。 いつも100本ぐらい作れるけど、80本シールエクステ。やっぱアルジャンスうまいんだよ、早いし。
前の髪なんかどうでもいい。お前のことの方がどうでもいいね。機嫌悪くなっちゃったの？いや悪くはないけどね、良くもない。ある人と連絡を取りたい。とりあえず結賀さんじゃない人。イライラするもん、マジです。とにかくイライラする。新やつとか興味もさらさらない、マジで。ちょっともうハイになりたい今は。イライラする、マジ。いつも引き金をうちのおばあちゃん、悪いけどうちが悪いことする時の引き金はおばあちゃん。イライラすんなって、マジで。話通じんし、投げたのに投げてないよとか言うんよ。もう頭おかしいんかち。イライラするわ、ほんと。お世話になってる。金やってるんだこっち、大金。うるせえようだわ。見てくれとんのはいいんよ、ありがたいよ。でも物を投げるのは違うやん。人に物を投げるのは背中に向かってっていう話。物を投げるぐらいうちに憎しみとかね、恨みとかがあんなら言葉にして本人に伝えればいいやんって話。せっこいことすんなよって感じ。うん、これ 2,3 日は許さんねうち。物を投げつけられた方になってみてん気持ち。物を投げるはそれは気持ちいいさ。憎しみがある相手にさ、背中に向かって物を投げてわーいって感じやろ。言ったよ、したら投げてないとか言うん。そうやって嘘つくなって、せこいことすんなって言ったよ。認知症じゃない。うちがおるんやけん、うちに物言えばいい。よかろうもんにさ、背中に当たった毛布と枕が、赤ちゃんの。投げる元気があるのに言葉にして言えよ。なおさらボケるわ。言ったらめんどくせえ。逆だね。うちにそういうことした方がめんどくさいよ。うち根に持つから。された方は忘れないんだべ。ハッスルだろマジで。うちのおばあちゃんそういう人間。自分に少しでも痛いとこがあった、痛い心配して、痛いお腹が痛い心配して頭が痛い心配してあー頭が痛い、心が痛い、血圧が高い心配して、そういう人間うちのおばあちゃん。なのに人に向かって、背中に向かって毛布とか投げつける元気がある。
え、みたらだって新やっちゃんテレビかなんか物投げて壊したじゃん。弁償しましたけど、弁償しましたけど10万円。それが何か、本当は8万円らしいけど10万円あげたんですけど、それが何か。えらい昔の話引っ張り出すやん。昔話じゃあるまいし。で、Lはね、病院に行ったらしいんで心配いらず。ばあちゃん追い出さないの？追い出すほど、貧しいじゃなくて、元気じゃなくないもん。元気すぎるもん。毎日ステーキばっか食って。なんで自分で病院行かないの？今日用事があったから。帰ったら行くつもりだったけど、福岡おる間に今から病院行ってくるって、母親から連絡来たから。だからカラオケ行ったの。瀬戸内寂聴だってさ、あの人長生きしたけど毎日ステーキと日本酒飲んでたからね。長生きの秘訣は肉食うことだよ。肉が衰えるから肉食わなきゃいけないんだよ。普通ならすぐ帰るね。お前はすぐ帰っとけよ。じゃあ普通がなんだとか知らねえけどよ。ご飯何、なんかヤンニョムチキンとか韓国の弁当食べてきた。吐いてこよう、太るから。人に任せて文句ばっかりする。お前さよなら。講義ください。
払ってきた。松江区でもしようかな。松江区どう？もうメイクバッチリ落としたしね、松江区しようすぐできる。エルは今寝てますからね、横で。これはこれをした方がいい気がするね。あの風邪薬多分飲ませられてるから、気管支がちょっと腫れてたんだって。うん、そのうち治るっしょ。乾かすやつ、こうやってタバコ吸いたいこれゆいがさんにあげるクリスマスカード。ゆいがさん、いつもかっこいい顔見せてくれてありがとうございますみたいな感じで書く。まだプレゼント買ってない。とりあえずクリスマスカードっていうのは、私欧米カーなんで あれ蓋がどこやった。そうクリスマスカードはあげない、大事な人には。うん、手紙好き一番気持ちが伝わるから。やっちゃにはないの、あるわけないじゃん、何も言うことないよ。メリクリーぐらい、真っ赤なお花のぐらい明日来るの分かんない。てか明日なんかうち、そのゆいがさんを送ってくれるリスナーさんと連絡を取ったんだけど、なんか明日行くなら明後日に着くよって来たんだよね。それならうち明日の飛行機を取ってあげてもいいなとか思ってるんだけど、今ゆいがさんと連絡を多分取れてないんだよね。ここに来てないでしょ、今日配信しないとか言ってるし。でもうちの福岡配信楽しかったでしょ、たまには思わない？新鮮だったでしょ、一人で。そう、これ傷、カラコン、そうこれが出てきたの。これラベールの、待ってね、アディクトブロンドです、これです。これです。発色いいよね、ちょっとカメレオンみたいに見えるけど。眉毛はもう取ったよしょうがないじゃん。ってことで松江区しよう待ってて。
マツエクやっていくよ。アートメイクはね、変になる時もあるからね。自眉でいいよ。自眉で描くのでいいよ。で、毛がいろいろある。こういった毛とか、こういった毛とか、ハートミありがとう。こういった毛とか、ナチュラルな毛とか、これかな。でもうちは一束でこうバッてなるやつをつけていこうかな。でここにね、グローを乗せるところがあります。グローじゃない、グルー。どこで買ったんですか。うちはほとんど、うちはこれもともと母親が持ってて、うちグルーは自分でアマゾンで。これね、グルーをこういう風に垂らしましたとさ、黒いのがグルーね、グローじゃない、グルーで。今からもう何もつけてないから、化粧水もつけてないから、つけてこれでね、ピンセットで。お母さんも自分でつける。うちはもう全部ジェル、ジェルじゃない、セルフネイルも。だってぼったくりじゃん、ネイルとかマツエクとか。自分でしたら安く済むのに。ごめんね、マツエクの人で。失敗してもいいじゃん、安いから。でこれをこうつけます。いてててて、いてて、乗せます。下手くそだな。まあみんな知ってると思うけど、うちは下手くそだからね。家に降りたくないわ。イライラする、本当に。もう、うざいうざいうざい。くっついた、くっついた手に。もういや、2種類ぐらい使って適当にしよう。なんで笑ってんの。イライラするマジで。なんでこれ取れないの、こっから。この毛、雲みたいな、雲みたいな感じ。大嫌い。なんでつかないの。
うるせえな。みんなじゃ自分でやってみろよ、初めて。ついてんじゃん。お、いい感じ。こんな感じ。でもうちょっと目頭にもつけていくね。リップキン、リップキン。なんで皮膚につけるんじゃ、お前はどこにつけるんだ。リップした人ミュートして、うちはミュートする。
いいんじゃない。やばい。うるさいやつミュートにして、モデレーターさん。うるせえナオミ、ヒュイにつけてねえよ。ナオミブルック、ゼロ人のフォロワー、どんまい。まあ、くっついたじゃねえか、ナオミのせいで。もう出会って。全部できる。アカウントブロックも、容器。ラブホ行きたい。家から出たい。家に降りたくない。本当に心底マジでムカつく。なんだよこれ、マジ左目が悲しい。喧嘩っていうかもう降りたくない。雑魚くて、雑魚いやつと一緒に降りたくない、マジで。
話が通じないです。いくら家族であろうと。それなの、映画館で引きこもって DVD でも見てたいね。マジでなんでつかんのこれ。雲みたいなのいっぱいついてからさ、邪魔してくるんだぞ。旅に出たい。大牟田とかに知り合いがいるから。なんでお前めブロックな。お前二度と来んな。フォロワーに二人の雑魚が。ピンセット一回きれいに拭く。近かったら嬉しいけどね。でも相手がいないからね。一緒にホテル行く。ゆうがさん同窓会でしょ。え、いいんじゃない。お人形さんみたいになっちゃった。あとは目尻。どうせ1日で3本ぐらい取れちゃうからいっぱいつける。うるせえ、まぶたについたグループ。遠回しにいじってくんな。プロかなんだか知らねえ。下手くそなやつに限ってそういうこと言ってくるんだよな。ナースもそう。看護婦、うちの採血しきらんくせ。ため息つくぜ。うちの方が上手なのにいいと思いながらいつも、もう自分でしていいですかとか言って笑い取ったりするけど。下手くそなやつに限ってしゃばってくんね。お、今調子良かったのに、また取れちゃった。オッケーオッケーオッケー。あと目尻。なんだよこれ、うぜこれ。
出てって足しびれた。終わり、マツエク終わり。なんだよこれ。マツエク終わり。ああ、最初最初最初。ディオールがついちゃった。ゆいがさん来るの明日。マジで謎なんだけど、連絡もよこさないでさ。何やか。でもネイルしたいけど、もうお風呂入れるからね、赤ん坊の。よし、そしたら疲れたから配信しないって言ってた。そう、ネイルチップはある、いっぱい。ということで、私は今日美容室に行きました。シーレックスつけました。軽くね、少し変わったかな。眉毛全剃りしちゃった。ということで終わりますね。ちょっとなんか寂しくなったんで、ちょっととある人物に連絡したくなっちゃった、うん、家から出たいし、ムカつくんで。来週誰にも何も言わない。どうせみんな、ね、うちが何をしてもああだこうだこうだこうだ言うから、隠すことは隠す。3本残ってないよ。ヤンニョムチキン、おいしい。
ゆうがんさんツイートしてたけど連絡ない。リカピーと会ってんじゃない、知らない、付き合ってないし、うちらリカピーは元カノでしょ。もう縁切ったと言いながら会ってたら、それちょっとうちにしたら話が違うんじゃないってなるけどね。うん、いい、うちも今からとある人に連絡するからいい。家に降りたくない。うっせぇな、うん、お酒ないもん。イライラしかせん、にゃんでない、別に。岩田屋の地下街、だってそもそも付き合ってないもん。ヤンギーいらっしゃい、りょうくんとかじゃない、もっと悪い人。何食べてる？ヤムニョムチキン。辛い。欲しい。
辛いの好きだけど寒い。うぜえな、ミルクいちいちお前は。昨日ぐらいから。ありがとう、ハートミ。サンリオってか、このクロミちゃんっていうのが好きだね。かわいい。うちみたいで。普通分娩。ありがとう、ハトミ。講義集めてます。意味わかんない、正体なんて。講義集めてますって書きたいのに出てこない。お、ララさんありがとう。コーギーありがとう。ありがとう。よいしょ。痛かったよ。あー、泉さん、コーギーありがとう。ありがとう、泉さん。ありがとう。講義くれた人フォローバックしてます。寒い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 。おお、ララちゃん2回目、講義ありがとう。フォローバックリクエストしたからね、よかったら。エフェクト。寒い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 。あ、いえいえ、X フォロー、はい、100万人達成したんでフェアやってます。ありがとう、陽気。だいたい毎日配信してます、ダラちゃん。
ありがとう、ザッキー。にゃんこちゃん、チンブレスレットありがとう。寒い寒い、あったかいあったかい。うわっ、ヤンニョムチキン踏んじゃった。うわっ、こぼしちゃったヤンニョムチキン。やべ、ヤンニョムチキンいっぱいこぼしてる。うちやばくない？ヤンニョムチキンこぼすとかさ、一番あかんやつやん。ってことで、あ、目かいちゃった。マツエクしてるのに。かい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 。あげ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 。お、マロンちゃん、講義ありがとう。マロンちゃん、ありがとう。フォローされてないけど、フォローしました。寒い。ってことで、そろそろ終わるね。みんな、今日は長々とありがとうございました。今日福岡に行ってきて、X でつけてちょっと観光しました。なんか怒られたけど、おっさんに。うん。ほんで、赤ちゃんはお母さんが病院に連れてってくれました。なんか気管支炎がなんかちょっと腫れてたみたいです。今はもうすやすや眠ってます、風邪薬飲んで。なんでうちもすやすや眠りながら、ちょっといろんな人と連絡取りたいと思います。おっさんに怒られた、タバコ吸ってたら連行された。うん。ってことで、ありがとうございました。またね。ありがとう、バイバイ。終わるね、バイバーイ。